ましたベースが4本で、ここにさ名前書いてるからちょっと10個開けます。あ、すごいね。もうノリでつけられてるからね。さすがだよ。こんだけね、ガチにコンポしてるからね。壊れないんですよ。だからね。iPhone ならね。出た出た。マトリョーシカ系ね。ケースの中にケースがあるわけですよ。ケースの中にケースがあって、その中にまたケースがあるからね。入れすぎだったらね。でもね、こうしときゃね、壊れないだろ。あ、ケースの中の、ケースの中のケースの中に、またケースがあるから。でもね、こうしとけば壊れないんですよ。国際輸送でも。そう。iPhone ならね。お、軽い。これは、ウーホー、イェーイ。初めてのジャンゴ語源、あ、語源ですね。電話来ちゃった。見てよ。このボディー。綺麗。このヘッドとかもね。4対1。うん。綺麗。あと俺好きなんだけど、このボリュートね。ここね、すごくいいなと思いますね。はい。来ちゃうのよ。2箱目はジャンゴの青い語源だったけど、じゃあ次はね、何かガチャみたいだね。おお、また語源だ。あれ頼んだっけ。あ、うわぁ、うぅ、やば。 J クラシックじゃねえや、それサーガJ スペシャルの語源です。前頼んだのがあのカーボンのやつだったんで、今回はアルミで頼みました。これ以上ないね、このオレンジは。オレンジくん、コードギアス好きだからさ。こいつオレンジくんですね。すごいね、忠誠心がね、半端ないんですよ、こいつは。自分から死にに行くからね、ルルーシュのためにね。あ、もう、あ、これ無理だね。これは開かないので、開けません。無理だもんね。あ、こっちか。こっちならね、簡単に開けられる。いや、あのさ、つけすぎだよ、こんなの。これ取れないもん。もう誰が片付けると思ってんの、このゴミ。俺だよな。俺じゃない。エルソニックのアンドレアっていうおじさんが、ケース樹脂の方が良くねって言ってきて、その時もう送ってもらってたんだけど、樹脂の方が良くねって思ったから、もう樹脂で送ったわみたいな。もうね、全部ね、後から教えてくれるんですよね、あの人たちは。いわゆる ABS 樹脂のあれですね。アメスタとかも同じだと思う。ここにアルソニックって入ってるタイプですね。儲かってるんじゃないでしょうか。逆逆。はい。
あ、そういえば4弦ですね。3対1ってことはジャンゴですね。新作ですね、彼らの。一応物的にはジャンゴなんですけど、ジャンゴのプレシジョンスタイルです。ピックアップフェンスもついてでね、アルミはね、サンバーストフェードカラーでフィニッシュされてますね。エッグもちょっと飴色っぽくフィニッシュされてますね。超いいじゃん。さ、見た目がいい。次も絶対この色カラーする。ん？かっこいいね。アルミにやっぱね、このカラーめっちゃ合うね。だいたいそういうもんじゃん。蛍光灯がチカチカするときっつうのは貞子とかが来るんですよ。明るいとき来ないでしょ貞子。そんなね、昼間に来ないですよ。チカチカさせんのよあいつらは。好きなんでね多分そういうの。だからなんかね、クラブとかやばいと思うよ。あんなミラーボール回してチカチカさせたらさ、貞子来るわ。あと VK のライブね、照明チカチカさせすぎ。貞子来ちゃうからね、気をつけた方がいいよ。の人たち生きてる？生きてる。やばい、ストレンジャーシングス。やっと最後だよこれで。全く同じのオーダーしたんだよね。おい、同じやつ、前と同じ。でもめっちゃいいんだもんこのカラー、かっこよくない？やっぱりこうアンサンブルを包むような低音がやっぱりね、あってね、すごいいいなって聞いて。これこんな音するんですか。じゃあ、ゲーキンボックスの坂です。そんな感じで、もうね、開けたのはしばらく前なんだけど、その後もね、ちょいちょい入荷してて、やっとかね、紹介する動画を作ろうかなってやってます。パナソニックですね、見ての通り。彼らは、アルミを素材にして、ギターとかベースとか、スピーカーキャビネットとか作ってるメーカーですね。この、ピカピカのやつが、アルミです。あと、これも、アルミです。っていうね、メーカーで、いろんなベース出してて、今回は、全部で4種類、まだ紹介してないベースが入荷したので、ちょっと紹介してみようかなと思います。簡単に特徴説明すると、すごい軽いです。まず、だいたい 3.5 キロから、まあ重くても 4.0 キロぐらいのベースがほとんどですね。標準的な仕様としては、チェンバードのアッシュボディにアルミトップみたいなやつが多いです。ピックアップ、これはオリジナルで作ってて、プリアンプもオリジナルで作ってます。種類はね、何種類かあるんですけど、ちょっとまた紹介していきますね。1本目に紹介するのが、ジャンゴデラックス5ですね。さっきも説明しちゃったんだけど、チェンバードのアッシュボディにアルミトップでメイプルネック、メイプルシバンの5弦ですな。重量が 3.68 キロです。軽い！バグかな？シングルコイルとハンバッキングが乗ってるんですけど、このピックアップはこのセレクターで操作しますね。このハンバッキングだけとか、ハンバッキングとこことか、ジャズベっぽい感じになったり、フロントだけとか、まあいろんなバリエーションがあってね、それぞれがすごくいい感じでワークしますね。じゃあ簡単に音を聞いてみてください。ポジション1、ここがハンバッキングのマスティングレみたいなサウンドですね。なんかちょっとプリアンプブーストすると、そんな感じです。この5ベースイッチを1個こっちにやるとポジション2になります。これプラスこれっていう感じですね。じゃあ次こっちポジション3、ネックだけですね。
ちょっと音太めでね、いい感じですね。次ね、これ、こっち側のコイルとこれを使ったパラレルなので、ジャズベみたいな感じです。結構ね、好きな感じですね。これがこっち一発だけシングルコイルのリアですね。こんな感じでこのセレクターはね動作します。いい感じです。僕ねこれ結構好きなんですよね。どれも使い道があっていいじゃないですか。ということでじゃあ2本目に紹介するのがジャンゴシュプリーム4ですね。ボディのほとんどがアルミでできてて、裏側がねカーボンで出されてます。ちょっとだけ薄め、基本的なスペックは一緒ですね。ピッチライトみたいな指板ですね。ネックは塗ってるんですけどメイプルネックです。アルミン台が入っててっていう感じですね。重量がね 3.72kg ですね。軽い。バグかな。すごく音ユニークなので聴き比べると面白いと思います。一応ね最上位モデルっていう位置づけです。はい、次3本目に紹介するのがジャンゴ P4 っていうモデルですね。モデル名の通りスプリットコイルが入っててプレシジョンベースをモチーフにしたモデルですね。ネックとかねちょっと飴色っぽく仕上げられててそれっぽい感じです。スティングレイとかプレシジョンベースみたいな左右対称ボディを使ってんのがこのジャンゴっていうモデルってことですね。重量が 3.56kg ですね。軽いね。バグかな。はい、次。このモデルが JS スペシャルデラックス5っていうモデルですね。さっきまでのジャンゴとは違って左右非対称のボディでジャズベっぽい感じですね。ピックアップがハンバッキング2つとプリアンプが載ってます。ジャンゴとはね違うプリアンプなんですよ。これその特性に合うようにアレンジして使ってるって話でした。こっちも基本的な構成は同じですね。チェンバードのアッシュボディにメイプルネック、メイプル指板っていうモデルです。これはもちろんねローズ指板とかでもオーダーできるんだけど、まあそんな感じですよ。これ重量が 4.01kg ですね。アラソニックとしてはちょっと重めですね。でもね一般的なベースとしては超軽量級って感じだと思いますよ。はい、バカリって感じです。4本これからちょっと弾いてみて音聞いてもらうのでよかったらねチェックしてみてください。ジャンゴ。
感じで4本弾いてみたんですけど、音の違いとかどうですかね。結構伝わりますよね。ポジション別にはちょっと取り切らなかったんですけど、もうちょっと詳細なサウンドサンプルとか他に YouTube に上げてるので、よかったら見てみてください。概要リンクも貼っときます。このメーカーね、4弦も5弦も結構ね良くて、24フレットまであって、ネックも5弦だと幅があるのにオープンなニュアンスがあって、まあ、すごく弾きやすいんですよね。めっちゃいいなって、まあ、いつも思います。本当はもう何本か紹介したやつあったんですけど、まあ、なんか売れちゃって、またイタリアの方から頑張って輸入するから、入ってきたらちょっとぜひぜひチェックしてもらいたいなって思います。僕、学生時代に通ってた学校が、高田馬場にあるんですよ。そこでよく行ってた居酒屋で、焼き鳥とかがすごい安いお店があったのね。焼き鳥1本60円とか、唐揚げ300円分頼んだらもりもり来るとかね。まあ、なんかそういううるさい店で、そこでね、ちょっと不思議なしきたりが1個あって、何かっていうと、トイレ行くじゃん。男の小便器があるんだけど、それ使ったら、陰毛1本備えていくの。で、それ、なんで俺が始めたかっつうとさ、なんかトイレ使ったら陰毛がめっちゃ置いてあったのね、上に。あ、と思って、キモと思ってさ、席戻って、つって、便器の上に陰毛いっぱい置いてあるんだけど、お前ちょっと見てきてって言って、友達さ、行って、で、帰ってきてさ、サバちゃんそれマジだったのつって。多分、あれさ、俺思うんだけど、一回そこ使ったら一本備えてくるっていうルールがあるんじゃねえかっていう話になってね。で、それから、俺らは陰毛を使うたびに一本備えていくっていうことやってたんだけど、多分ね、あの時期来てたやつの中には、もうね、何人かいるわ。そのルールやってたやつ。だって多いもん、陰毛。尋常じゃない数の陰毛置いてあったから。あれさ、掃除する人嫌だったろうね。マジで。ごめんって思うけど、ちょっと今度また行こうかなって思います。そんな感じで、この動画、もし面白いなと思ったらぜひぜひ、いいねボタンとかチャンネル登録とかしてくれるととっても嬉しいです。以上、ギークインボックスの坂でした。ご視聴ありがとうございました。Twitter、インスタ、Facebook、もうよろしくね。チャンネル登録してね。新しい動画はこちら。